じゃあ最後にね、一個だけね、このディスカバリーでやり残してることがあるんやけど、これな、これな、これな、もうこれクリアする、これ無理だってもうこれ。これジャイロ使うからさ、もうどうにもできないんだよね。もうほんと自分の実力でなんとかするしかないからさ、これ。これ無理だってもうマジ、これ何百回やったと思ってんのこれ。危ねえ。ここまではね、何回かに1回は来れるやん。こっから無理、マジ無理、こっからマジ無理なんですけど、ここでなんか一回リセットするといいみたいな。コロコロカービィの要素入れてこなくていいの。でもコロコロカービィ当時やってたよ俺。やってたやってた、ゲームボーイカラーでやってたよ。でも当時は普通に面白くてね、最後までやってたんやけどね。あれね、コロコロカービィ難しいんだよ。ジャンプとかするとき本体をヒュッてね、なんか傾けるんやけど、その時に画面が見えなくなるんだよね。あまー無理、もうやだやだやだ、もうやだー、あーやだ、もうこれ無理やって、もうマジ無理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 、カタツムリ、カタツムリ、あそこマジ無理なんですけど、痛いだからこれさ、ここさ、どっか一箇所だけでもなんか休めるところ作っといてくださいよ。100% クリアの条件の中に入ってなくて、本当に心の底から良かったと思ってる。そこだけは褒めてやる。ああ、本当これが 100% の条件の一つだったら、もう俺もうこのゲーム売ってたわ。もう一生無理ってなってた。ああもう、ああもう止まんねえんだわ。あそこ止まんねえんだよな。止まるんじゃねえぞ状態になる。あそこ。オルガになっちゃう。危ね。あ、なんかすげえここまでスムーズに来れるようになったな、さっきから。ジャイロ、これなんかブレワイみたいに力技できないからよ。ブレワイみたいに力技でできないから。あーダメだこれ意外とあそこまで行ったの初めてやぞ。あの細いところまで行ったの。やったラスボスラスボス倒した時より嬉しい。まさかいけるとは思わなかった。やったやったぜこれは完全クリア達成しましたね。これ
まさか全ての激ムズをクリアしてしまうとは。あっぱれで世界を冒険するのカービィさんには朝飯前だったかもしれませんね。